持つ演技集団である。まあそんな奴らによるびっくりドッキリ玉手箱的トーク番組60分、はい、その名も PFTV。ということで、はい、はい、始まりました。PFTV、はい、今日もここ名古屋 IPTV スタジオから生放送で、はい、生放送でいつものようにね、はい、で、はい、今回第9回目お、いやー、遠くへ来たもんですね。長かった。そしてそんな9回目をやる、はい、冒頭の可愛い手 MC は、はまずこちらの可愛らしい、可愛らしい、前回お休みしてしまったので前回サボりやがった。皆さんサボってないよ。 あれ違うの皆さん覚えていてくれてますでしょうか。僕覚えてない。みんなのアイドル誰だ。カノちゃんとと、いつも通りブラウンです。大丈夫、皆さん覚えててくれてますから。多分覚えてましたね、多分ね。そう、はい、まあそんな感じで、皆さん、チャットでどんどん参加してくださいね。はい、参加してくださいね。待ってます。あ、森蔵さん、おお、あ、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。さい、シャイニングデコさん。誰これ誰、しかも、照明さんはって誰だ。あれれれれ照明さんはって誰だろう。照明さんはまあ、あの、若干メンバーが変わってるかもしれませんけど、はい、まあ、そうですね、はい、まあ、9回とも目ともなればね、まあ、いろいろ路線変更とか、テイクオイルとか入るわけですね。おいや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 、オフレコオフレコ、はい、まあですね、まあ、ヒーローものの番組とかで、まあ、新しい敵が出てきたりとか、はい、あの、プリキュアとかで、あれ、言っちゃったじゃん。いやいやいや、新メンバーが出てきたりとかね。あ、そんな感じですね。まあね、そんなね、そうそうそう、まあそんな感じで、はい、まあいろいろね、まあ番組もいろいろこう変わって進化していくので、はい、またお付き合いください。6月から進化します。はい、進化します。あ、してます、してます、進行中、進行中。フレラもすぎるだろみたいな感じで、はい、あ、で、今回もあの番組後半では、はい、劇団シアターウィークエンドさんからゲストが来てます。なぜ言いにくそうなんだ。ん、しっかり言おうと思って、やっぱりね、しっかりゲストさんですからね。はい、で、まあ、こちらもお楽しみに。はい、お楽しみに。いや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 、では早速、はい、最初のコーナーは、最初のコーナーは、はい、まあ、ピアノフォルテの紹介をね、はい、改めてしたいと思います。はい、毎度おなじみ紹介を、毎度おなじみ紹介です。はい、ピアノフォルテ、はい、ボイスウェービングカンパニーピアノフォルテは、はい、2004年に名古屋にて発足したボイスサークルです。はい、はい、基本月何回練習？ね、片手で数えれると思うんだよね。2回、基本2回以上のペースで福祉施設などにおいて練習してます。はい、はい、で、活動内容なんですが、主に、はい、ボイスドラマ。はい、ボイスドラマってなんだ。声でみんなに、うん、お話を伝える、うん、それって普通に昔話とか話してくれるおばあちゃんとか、あの、寝るときにお話ししてくれるお母さんでいいじゃん、じゃなくてですね、はい、ボイスドラマっていうのは、声と音、効果音や BGM、はい、そういったもので表現する、まあ、演技作品です。はい、そういったものの収録をいつも僕たちはやってます。はい、やってます。で、あ、まあ、詳しい活動場所、収録作品、活動内容なんかは、私たちピアノフォルテのホームページがありますので、はい、そちらの方で、随時アップされてます。何も出なかった。出ろ、あ、出ないか。まあ、頑張ってください。ボイスウェービングカンパニー、はい、VWC ピアノフォルテと、はい、あの、まあ、検索していただければ出ると思うんで。そうですね、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、まあ、そういうわけで興味のある方はね、はい、ぜひぜひ、はい、ちょうど今後ろに練習風景、練習風景、ああ、そうですね、気づかなかった。ですね、これは前回の練習ですね。そうですね、はい、前回何やってたか覚えてないや。彼女は何してたんだっけ。はい、練習してました。練習してましたね、はい。何を練習してたのかって話ですね。今、収録中の作品なんですけど、はい、まあ、いろいろあるわけなんですが、そうですね、卒業制作の話をしてもいいのかな。あ、そうですか。神の声、いいですか。 OK が出ました。自分たちのオリジナルの作品の収録なんかもよくやってるんですが、はい、それとは別に、あの、外部からの依頼で、はい、それを受けて、まあ、声を当てるっていうこともやってるわけなんですね、はい、まあ、効果音の収録とかそういう、まあ、編集なんかもできる、ね、優秀な、何でも屋さんみたいな感じになってますよね。そうそう、優秀なね、スタッフがいますので、はい、で、まあ、今回なんですが、はい、京都の方の大学なんですよね。そうなんです。カノの昔からのお友達が、はい、はい、アニメーションを作っていまして、あ、それの
卒業制作の、あ、アニメーションを作るのを習う学校、大学。そうです。 あれは何なんだろう、アニメの監督とか多分そういうのを目指す大学、うんうん、おー、すごいですね。はい、だと思います。ゆくゆくは僕たちを顎でコキ使うような立場になる。あ、やばい、そっちか。ちょっと今のうちに切り伏しておこう。よろしくお願いします。はい、はい、そんな、ですね、声を当てることになりましたので、はい、あ、なりましたか。はい、はい、それで今まさに猛特訓中です。でこんな感じですね。多分そうですね、この時その卒業制作アニメーションの練習をしてたんでしょうね。ですよね。ですよね。ですよ。どんだけこんだけ俺たち記憶力ないんだって話したけど。ちょうど先月の話なのに。俺たち役持ってんのにさみたいなね、はい。そうですよね。うん、そうですそうです。そうそうそう。はい、よ、4人参加してるんですけど。そうですね。はい、内容的には内容も話しちゃっていいのかな。内容はダメだって。ダメだって。みんな残念。そうか、残念だな。今ちょっとここで演じちゃおうかと思ったけど、ダメなのか。ダメだろ。ダメだろ。うわ、ブラウン情報漏洩。ごめんなさい。著作権的なものが働きますよ。次回ブラウンが消えてたら皆さん気にしないでください。え、まあそんなこんなで、まあ活動をね、いつもやってるわけなんですが、はい、まあメンバーがですね、はい、役者が8名。8名。脚本が2名。2名。イラストレーター1名。1名。エンジニア3名。ね、合計すると8たす2たす1たす14名です。14名ですか。14名って書いてあるからね、ここにね。お前かのちゃん足し算習ったかな。私数学嫌いなんですよね。数学じゃねえ、算数だよ。まあいいんですが、ちょっと待って、俺がしたかった話からずれてる。違う、ね、僕がしたかったのは、はい、そう、これだけメンツがいて、はい、その結構割と個性的なメンツが、まあ ね、この人を筆頭に、いやいやいや、このカノさんを筆頭に、この人を筆頭にですね、個性的なメンツがたくさん、あ、ちょうど2人後ろに、あ、本当ですね、いるにもかかわらずです、はい、ブラウンずっと気になってました。何ですか？どうしてこのメンツをもうちょっと掘り下げていかないのかっていう、掘り下げて紹介していかないのかっていうのをブラウン気にしてました。あ、そうですね、はい、まあ、まずリーダーが変わった人ですからね。あ、そうなんですか。変わってないかもしれない。いや、まあそんなこんなで、今回はその変わった人バイカノの、はい、リーダーの紹介っていうか、まあ、どんな人がピアノフォルテっていうサークルを、はい、まあ、運営、はい、引っ張っていってくれてるのかっていうのを、まあ、ちょっとね、はい、まあ、皆さん知っていただこうと思って、まあ、いろいろね、イラストとかもちょっと、うちイラストレーターいますんでね、イラストレーターにイラスト描いてきてもらいました。すごい似てる。これが、うちのリーダーの肖像画があれ。みんな見えてるか。あ、アップしてくれる。どうすればいい。ここか、ここか、ここか。おー、カノが隠れる。押した。おー、私がテーテーです。ピアノフォルテ代表テーテーです。超似てます。超似てますね。こんな感じで振り返ってます、いつも。うちの最高の萌えキャラなんで。そうです、ね、リーダーのくせに顔出し、顔出ししないんですけどね。まあ、まあ、こんなリーダーなんですが、はい、まあ、どうですね、皆さんに知ってもらうために、はい、まあ、ブラウン、まあ、いろいろと、ね、質問をしまして、はい、でその答えも、ね、ちょっともらってますんで、はい、その辺の紹介をしていきたいと思ってるんですが、まあ、まあですね、はい、まあ、我々的にリーダーってなんかどういう人物なのかっていうと、はい、まあ、カノさん的には、まあ、なんでしょうね、ピアノフォルテを例えば、うん、一つの大家族として例えた場合、はい、リーダーはどのポジションかという、あ、まあ、お父さんですよね。ですよね。まあ、我らがお弁当箱で言う、はい、じゃあお弁当箱、お弁当箱。ちょっと待って、いきなりお弁当チョイスですか。お弁当で言う、はい、主食のご飯みたいな感じ。あ、なるほど、そうそう、我々の受け皿だというね。そう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 、まあ、そんな我々がリーダーテーテーさんに、はい、質問しました、はい、テーテーさんへの20の質問。はい、20の質問。ブラウン頑張って考えました。はい、結構フリーダムな内容でも、うん、まあそうですね、はい、じゃあちょっとまず、かなちゃん1問目いってみましょうか。はい、1問目、我らがリーダーテーテーさん、はい、はい、テーテーというハンドルネームの由来は何ですか。ああ、そうですね、テーテーさんって、まあ、そもそも我々ハンドルネーム使ってますから、まあ、本名じゃないわけで、はい、そうですね、なのでちょっとね、ブラウン気になってました、なんでテーテーっていうこんな役わからん、はい、まあ、わけわからんとか言っちゃったみたいな、ハンドルネームにしたのかという、で、まあ聞きました。そしたらテーテーさんおっしゃいました、はい、はい、おっしゃいました。人間的にほど